はい、皆さんこんにちは、スリーフォージャパンです。今日はですね、この PMDG ボーイング 737-7 飛行、皆さんが楽しく本格的に操縦できるように4回に分けて手順をゆっくり解説しながらやっていきたいと思います。今回第1回につきましては、電源オンからエンジンスタートまでをやっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。コックピットです。まず電源入れる前にですね、パネルの紹介していきたいと思います。この頭の上のパネルですね、オーバーヘッドパネルって言います。この後ろ、ここがですね、アフトオーバーヘッドパネル。この前の部分、フォワードオーバーヘッドパネルです。で、正面いきます。この部分、グレアシールドパネル。続いて、ディスプレイ2つまでですね。ここ。レフトフォワードパネル。右側も同じようにですね、ディスプレイまでがライトフォワードパネル。そしてこのセンター。ギアディスプレイ、スタンバイ計器。ここまでに関しては、センターフォワードパネルと言います。続きまして、CDU2 つとディスプレイ。ここはですね、フォワードアイルスタンドと言います。続いてですね、スラストレバー、フラップスピードブレーキ。ここはですね、コントロールスタンドと言います。で、この後ろ側、ここですね、アフトエレクトリックパネルと言います。パネルについては以上ですね。では電源入れます。はい、バッテリー入れます。これで今ね、バッテリーだけが入っている状態です。で、このままですね、よく見てもらったら分かる通り、左の CDU だけですね。右の CDU はついておりません。スタンバイ計器はつきましたね。あとはですね、無線を見てもらっても分かる通り、左席だけですね、ついてるの。最低限の電源しか入っておりません。なのでね、APU 入れていきたいと思います。今回はですね、センタータンクに燃料を入れておりませんので、ナンバーワン、アフト、レフト、フュエルポンプスイッチを入れます。ナンバーワン、左ですね。左、ウィングのタンクです。では、APU 入れます。では、APU スタート。はい、ローオイルプレッシャーが点灯します。はい、その後 EGT が上がります。はい、ローオイルプレッシャー消灯ですね。で、下がります。はい、APU ジェネ、オフバスライトが点灯しました。これで APU ジェネが使えます。では、APU ジェネを入れます。これですね、電源は APU ジェネレーターから取ってる状態になります。ではですね、スイッチを入れていきます。基本的にはですね、左から順番に入れていきます。はい、まずは IRS を入れます。何分まで。はい、アラインに変わりますね。オン DC からアラインに変わります。ではね、この状態で一回ですね、 CDU に行きます。 CDU に行ってポジションイニット、
でですね、このセット IRS ポジションというところにね、今いるポジションを入力します。まずはですね、リファレンスエアポートに RJTB 羽田ですね。で、ゲートにつきましては、現在、こっからは見えないか。6時ですね。この実際にですね、ノース、イーストというところで自分のポジションがね、書かれています。このですね、CDU にも、それはもう入っておりますので、ですね、こういったクリアメッセージしまして、ゲートのところ、60番入れます。するとですね、この60番ゲートの自分のポジション、ノース、イースト、出てきますね。ではですね、これをですね、スクラッチパッドに落としまして、ZIRS ポジション、フォーライトですね、ボタンの名前ですね、左から、1レフト、2レフト、3レフト、で、ここは6レフト、右も対して1ライト、2ライト、なので、ここは4ライトですね、4ライトを押します。はい、これでですね、ポジションが入力されました。ではですね、オーバーヘッドに戻ります。はい、はい、マスターポジション。アフトオーバーヘッドパネルは以上です。続いて、フォワードオーバーヘッドパネルです。はい、両ダンパー入れます。ナビゲーションパネル、ディスプレイパネルにつきましては、ノーマル、ノーマル、ノーマル、オートにしておいてください。いじる必要はありません。このデフォルトのままこのままにしておいてください。続いて、ビューエル、パネルですね。先ほど、ナンバーワンタンクの、アフトフューエルポンプのスイッチを入れました。このままで大丈夫です。はい、ここはですね、バッテリーという状態ですね。あとはここはね、まあ、見たいところを見てくださいというところで、別にここを変えたからって、何も飛行機に影響はありません。自分で、ね、好きなところに合わせてもらって結構です。はい、電源も先ほど APU ジェネから取っている状態ですね。ここはですね、サーキットブレーカーのライトですので、このままにしておきましょう。ライトの時、暗くなっていたらつけてください。エマーギグジットライトですね、ガードクローズしましょう。続いて、シートベルトですね。ファスプンベルト。オンします。で、ウィンドヒートですね。左からオンします。ウィンドヒートにつきましてはね、左から、この左の窓。で、真ん中。で、ここ。この4つですね。ここまでですね。これがですね、このスイッチがね、左の窓からですね、これセンター2つですね、右となっております。はい、グルーブヒートはオートのままで大丈夫です。タクシーアウト前に、オンにします。アンチアイスもこのままオフで大丈夫です。ハイドロパネルにつきましても、このような状態にしておいてください。続いてですね、エアコンディショニングパネルです。レフト、ライト、パックをオートにします。で、このアイソレーションバルブはオートではなくオープンにしておいてください。で、APU ブリードをオンにします。はい、続いてキャビンプレッシャライゼーションパネルですね。ここの上のフライトアルトと書いてあるとですね、今日のフライトの巡航高度を入れます。今回セントレアまで行きますので、24000フィートで行こうと思ってますね。24000セットします。はい。ここはですね、ランディングアルトです。目的地のエレベーション、標高を入れます。続いてですね、ここはライトになります。今つけてるのは、ポジションライト、今ステディになっている状態です。ちょっとね、今ついてるライト見てみましょう。はい、ちょっとね、今明るいので、わかりづらいのでね、暗くしてみます。はい、ライトウィングにつきましたここですね、緑色。で、この後ろですね。白色ですね。で、左に行きます。左ウィングですね。後ろは白色。で、正面に行きまして、赤ですね。このようになっております。これがポジションライトですね。はい。では、時間を元に戻します。はい。では、続けていきます。続けてですね、イグニッション。こちらにつきましては、まあ、レフトでもライトでも好きな方にしておいてください。で、タクシーライト、ランウェイターンオフライト、ランニングライト、ここはオフのままです。オーバーヘッドパネルは以上になります。続いて、クリアシールドのセッティングしていきます。
グレアシールにつきましては、左からこれ、イーフィスコントロールパネル、MCP となっております。モードコントロールパネルですね。では、左からですね。まず、ミニマムを設定します。ここですね。セントリアのランウェイ18のミニマムを設定しておきます。215。はい、FPV は2位で、プッシュしてください。はい、QNH 現在2772です。このままでいいです。トラフィックをプッシュしておきます。コースにつきましてもこれ2位で大丈夫です。好きにしてください。私はですね、今います。羽田の、景気侵入のコースをセットしておきます。コースは337。はい、FD4。続いてヘディングですね。ヘディングはランウェイヘディング338。はい、右も同じように FD4、トラフィック。はい、続いてセンターフォワードパネルですね。フュールフローをリセットしておきます。オートブレーキ RP をセット。はい、続いて後ろまで行きまして、アフトエレクトリックパネルです。この、ナブのところにですね、羽田の VOR を入れておきます。112.2 ですね。112.2。で、スタンバイにはですね、もう、セントリアの ILS、18、周波数を入れておきましょう。109.7 ですね。109.7。OK ですね。右も同じように入れておきましょう。112.2。はい。これもですね、特に決まったものはないので、2位で入れてもらって構いません。続いてトランスポンダーですね。これを、はい、スタンバイにしておきます。CDU のセットしていきたいと思います。はい、まずはですね、このメニューですね、FMC、セレクトしまして、アイデントページから。はい、では CDU 入力終わりましたので、プリファイルチェックリスト。ナビゲーショントランスファー&ディスプレイスイッチーズ。はい、ここですね。ノーマル、オート。ウィンドヒート、オン。プレッシャーレーションモードセレクター、オート。フライトインセンス、ヘリング248、QNH2772、ヘリング248、QNH2772、ヘリング208、QNH2772、パーキングブレーキ、セット。エンジンスタートレバーズ、カット、プリフェアチェックリスイズコンプリティート。ではですね、クリアランス取ります。はい、ではね、クリアランス取りました。オートスロットルアーム、イニシャルクライマーね、8000フィートというところでやっていきましょう。はい、では、エナブ、アムロ。はい、面白くなりましたね。ではですね、ドア、クローズしますね。メニュー。ドア、レフト、クローズ。はい、OK ですね。では、PBB ディスコネクトします。はい。では、プッシュバックエンジンスタートプロシージャーやっていきます。はい、まずね、ドア DU をシステム。次、ハイドのね、プレッシャーを確認します。では、フュールポンプス。センターのフュールポンプスについてはね、確認します。理由はですね、センタータンクに今日は燃料を入れてないからですね。で、ハイド。で、ここで上がっていきますね。はい。ではですね、トリムをセットします。スタビライザートリムはですね、
7.07 ユニットですね。現在ですね、4ですね。では、7.07 まで持っていきます。ピッチャーね、ここにあります。はい、こんな感じですね。7.07 セット。で、アンチコンジョンライト。で、セカンダリーエンジン、インジケーターを表示させます。はい、これで OK ですね。では、ビフォースタートチェックリスト。フライト的ドア、クローズ&ロックダウン、フュエル、ワンツーポイントエイト、ポンプス、オン、パッセンジャーサインズ、オン、ウィンドウズ、ロックダウン、MCP、V2136、ヘディング338、アルト、エッターダンタ、テイクオフスピーズ、V1130、VR132、V2136、CD プリファイト、コンプリティッド、ラダー&エロントリム、フリー&ゼロ。はい、ラダートリムですね。ここになります。ゼロですね。はい、こちらもですね。エロントリムですね。はい、ゼロですね。アンチコリジョンライツ。オン。リファースタートチェックリスティーズコンプリティッド。では、リテストプッシュバック。コックピットグラウンド。This is ground. Stand by.Sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. We are cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Hey, parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. It will start in the sequence.はい、ではですね、ナンバー2エンジンからスタートしていきます。パックソー。はい、ライトクリア、スタートナンバー2。はい、N2 上昇し始めました。N2 が 25% になったところで、アイドルにします。はい、25ですね。アイドル。はい、EGT、N1 が上昇始めますね。では、ナンバー2エンジン OK ですね。OK, pushback completed. Please set your parking brake. はい、パーキングブレーキセット。パーキングブレーキセット。Ground, you may disconnect. Okay, sir, clear to disconnect. Pin has been removed. See you at the side. Have a good flight. Holding position, waiting for the visual. Thank you and goodbye. はい、ナンバー2エンジンスタートがコンプリートしたので、続いてナンバー1行きます。はい、レフトクリア。スタートナンバー1。スタートバルブがオープンになります。また同じように N2 25% になったらエンジンスタートレバーをアイドルにします。はい、アイドルですね。N2 56% のところでね、オートになりましたね。はい、ボスエンジンスタートをコンプリートですね。では電源を切り替えます。はい、ジェネレーターで、グルーブヒートオン、ボスパックを先ほどオフにしましたので、オートにします。
で、アイソレーションもオートにします。で、APU ブリード。もう APU は使わないので、ね、APU ブリードオフにします。で、APU もこれですね。オフですね。画面変えましょう。はい、APU オフですね。で、この PMDG の737でもですね、でこのエンジンスタートスイッチ、これオートになってますけど、オフっていうポジションのやつもありますね。どちら使ってもらっても構わないんですけども、今日はオートでやってますので、このオートのままです。もし、オフポジションの PMDG の737使っている方はですね、ここでコンティニアスにしておいてください。はい、ではリコール。フラップス5。はい、これがね、フラップインジケーターですね。リーディングエッジフラップス、トランジット。これですね、今動いているところです。はい、リーディングエッジフラップスエクステンドになりましたね。はい、フラップス5。じゃあローアー D をまたシステムにして、フライトコントロールチェック、ちょっとヨークをして、エロン、はい、ここ動いてますね、インジケーターが。あ、外から見るとね、こんな感じですね。エロンですね、左右。では、エレベーターですね。続いて最後にラダーです。はい、ビフォータクシーチェックリスト。ジェネレーターズ。オン。プルーブヒート。オン。アンチアイズ。オフ。アイソレーションバルズ。オート。リコール。チェック、オートブレーキ、RTO、エンジンスタートレバーズ、アイドルディテント、フライトコントロールズ、チェック、グランドエキプメント、クリア、ビフォアタクシーチェックリストイズコンプリーティー。はい、ではね、リクエストタクシーしましょう。バディは、しときますね。はい、ではですね、第1回目につきましたら、エンジンスタートまでというところですね、ここで終わりたいと思います。ではね、第2回につきましては CD、 第3回につきましてはこの後タクシーから離陸巡航までですね、やっていきたいと思いますので、次回もまたよろしくお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。一回ね、これを見てエンジンスタートまでやってみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。